やってる社長のほとんどはやはり広告をうまく使ってる。基本的にはまあビジネスってまあ投資なので、まあ、そう考えた時に広告を使ってるか使ってないかでスピード感全く違ってくるんだよ。時は令和ビジネス戦国時代。ビジネスの常識をバッサバッサ叩き切るマーケティング侍の非常識なビジネストーク。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的で今すぐ使えるマーケティングをシェアしていきたいと思います。はい、リュウ先生、よろしくお願いします。今日聞きたいのが広告についてのやり方とか何がいいかとかそういうのを聞きたいんです。素晴らしい質問だね。どうしたの最近、ホイミン君。だいぶ質問のレベルが上がってきたね。まず、まあ、今日じゃあテーマ、広告ね。広告って、おそらくね、これを聞いてる皆さんは、広告って、うちはまだ程遠いとか、まあ、やったことがないんだよっていう方もいると思うの。まず、最初に言わなければいけないのは、すべての事業は投資であるって考え方。これ基本なのよ。我々経営者っていうものは、今持ってる資源、これが人であったりとか、情報であったり、まあ、労力もそうだしね。どこに投下をして、それ以上にどうやって回収をしていくかっていうことを考えてる。ってなると、これもはや投資でしょって。スピードが上がってる社長のほとんどは、やはり広告をうまく使ってる。まあ、中にはね、口コミとかで集まってるよとか、紹介とかで成り立ってるよ、うちのビジネスはって話があるんだけども、基本的には、まあ、ビジネスって、まあ、投資なので、まあ、そう考えた時に、広告を使ってるか使ってないかで、スピードが全く違ってくるんだよ。この時に、よく言われるのが、はい、うちの会社なんか、広告をかけても、元が取れるかどうかわからないとか、何の広告を使っていいかわからないっていう質問くるんだよ。で、今広告ってさ、まあ、いっぱいあるじゃん。まあ、チラシなんかもそうだし、テレビ CM なんかもそうだし、はい、アドトラックって言って、トラックにさ、デカーンとね、乗ったりするやつもあるでしょ。ただ、今日ここで皆さんにお伝えしたいのはもう一点ですね。ウェブ広告。ウェブ広告はもう今更言うことでもないんですけど、基本なんですよ、ウェブ広告ってのは。なぜかというと、一番わかりやすいところ、数字が見える。チラシとかでもね、レスポンス数とかそういうものを見ることできるよ。ただ、ウェブ広告はアナログの広告に比べて数字が見えやすいっていうのが大きなポイントなのね。なので、まあ、今日のテーマとしては、広告についての話、どういう風に広告を始めていくのか、じゃあファーストステップはどうやってやっていったらいいのかって話をしていこうと思うんだけども、同時進行で皆さんに今日知ってもらいたいノウハウもう一個あるな。それ何かっていうと、リピートコンテンツ。基本的に広告においての一番考えなきゃいけないことも今日1個教えるもん。広告、ビジネス、まあいろんなもの共通していることとして、はい、必ず皆さんが知らなければいけないことは何か。それは LTV なんですね。顧客障害価値と言われるもの、はい。これはね、絶対的にビジネスにおいて重要。顧客障害価値っていうのは一体何かというと、お客さんがね、商品サービスを買ってくれると。その後に、一人のお客様が生涯かけて、一体どれくらいお金を払ってくれるのかってことが重要だから。中にはさ、一回買ってくれて終わるって人もいるじゃん。でもそうじゃなくて、2回目3回目ってリピーターになってくれる人もいるでしょ。ビジネスにおいてすごく重要なのは、もう3つなのよ。1つが新規顧客をどうやって見つけていくか。2つ目が客単価どうやって引き上げていくか。3つ目がリピーター数だね。既存客がどれくらいリピートして商品を買ってくれるのか。この3つの中の1つでも数字が上がれば、基本的には売り上げって上がるのね。で、3つ上がればさらにもっと上がっていく。最大化っていう話をするんだったらば、まあこれを聞いてる皆さんに言いたいのは、このリピーターっていうのは意外とポイントだったりするわけ。新規のお客様も取れます。はい。で、リピーターも取れますって言ったら、ビジネスって安定すると思わない？めちゃめちゃ安定すると思います。めちゃ安定しそうでしょ。はい。リピーターを獲得できて、右肩上がりになってる業界。じゃあこれ何ですかって言うと、EC 業界だ。いわゆるリピート通販業界って言われるの。このチャンネルでも過去にこのリピート通販やりましょうって話は出したことがあるんで、知らないって方はね、ぜひね、概要欄からね、リピート通販完全版っていうものがあるから、一回それを見てほしいの。うちはリピート通販なんてやったことがないんだけど、いると思う。そういう人でもぜひね、今日の話は聞いてほしいの。なぜかというと、ビジネスをやる上で、このリピーターってのはものすごく重要だし、もしね、こういった通販みたいに商品を出してないっていう方でも、何かしらこう継続できるような商品があれば、広告においてめちゃくちゃ有利になるの。なぜならば、サブスクリプションで安定的にお金が入ってくるわけでしょ。そうすると、どれくらいお金が入ってくるかって計算できるから、これからの事業計画立てやすいし、どれくらいキャッシュがあるかもわかるってことは、どれだけ広告に使っていけばいいかっていうのもわかるでしょ。だけどね、なんとなくわかったんだけど、具体的にどうやってやっていくの？広告代理店とかの選び方だってあるじゃん。磨き方もあるわけ。どっからスタートするの？じゃあ最初から自分の持ってる全ての資金を投下していいんですか？それは話が違う。今日はステップバイステップでね、皆さんがどういう考え方で広告を回していけばいいのかってことをですね、話をしていきたいなって思います。今日はね、今言ったリピートっていう分野において、最前線で戦ってる人ゲストでいるんで、なんだったら一緒にやってるんだけども、リピート商品をガンガン作り出してる。しかも、その大半が広告で売り上げと利益をしっかり出してるっていう会社がある。ということで、早速呼んでみましょう。ゲストで、水谷さん。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。このチャンネルでは何回かね、登場していただいてるんですけども、まあ、水谷さん、株式会社ミライっていう会社でね、今、バッチバチ最前線でリピート通販やってますよね。一緒によくビジネスもやったりするんですけども、ミライというですね、
会社さんはとにかく広告の使い方がうまい。通販会社やってる方たくさん知ってるんですけども、その中でもずっと右肩上がりでどんどん年商もね、営業利益も上がってる会社なんですね。今日はいろいろ水谷さんに根掘り葉掘りとですね、どうやって広告を回していったらいいのかっていうのをいろいろと探るというか、やっていこうかなと思うんですけども、まあ、知らない方もいると思うので簡単に自己紹介もしてもらっていいですか。株式会社ミライの水谷です。うちは15年ぐらいですね、タイムピンチという美容液の調剤で、まあ、累計大体300億ぐらいですかねの売上を出してて、広告費もそれこそもう今まで何十億と使ってきたっていうような感じなんですけど、そこの事業部長をしております水谷です。広告のいろはでも何十億も使ってきて、もうかなりパターンが分かってきてると、で今日のノウハウってあれですか、リピート通販やってる人だけじゃなくて他の人にも通じる話ですか。うん、そうですね、やっぱ考え方的にはでもリピート通販に限らずどんなビジネスにおいても当てはまるものかなっていうふうに思うので、いやすごい楽しみですね。今日の話は広告を使ったことがない初心者の方がね特に対象になってますけども、こんなに広告って未来があるんだなっていうね、まさに未来だけに未来につながってますけども、はい、まあそんな話をしていこうかなと思います。初心者でもできる広告マーケティングってことで、早速ねポイミン君も呼んで一緒にやっていきましょう。はい、ポイミン君。はい、それでは早速やっていきましょう。初心者からわかるイロハのイの広告編。では早速よろしくお願いします。お願いします。リピート通販ってまずそもそも売り上げってどういう要素でできてるかっていう話なんですけど、リピート通販の売り上げって新規の売り上げと既存の売り上げ、大きくはこの2つに分かれるんですよね。新規っていうのは新しく入ってきたお客さんの売り上げ、はい、で既存っていうのは過去に買っていただいた方がもう一回買ってもらったりとか、他の商品買ってもらったりとか、既存のお客さんからの売り上げ、こういう2つに分かれますね。今日お話しする広告の重要性に関しては特にここの新規のところですね、ここの話になってきます。もちろん既存の方も CRM 活動ですとか、そういったものでここの売り上げを上げていくというのも非常に重要なんですけど、今日は特にここの新規ですね、まあ、まず新規でね新しいお客さん取れなかったらもうリピートにもつながらないんで、どっちが重要かっていうと、まあ、どっちも重要だけどあえて言うなら新規の方が重要かなという思っているので、新規の方が取れないことにはもう事業としてまず成り立たないんで、まずやっぱ新規の方をどうやってご縁を結んでいくかっていうところを今日お話しできればなというふうに思ってます。はい、新規の注文を安定的にあんまりお金をかけずに取っていくことがいかに重要かっていうお話なんですけど、新規が例えば月ごとに今月は全然注文来なかった、でも来月はなんか死ぬほど増えた、でも再来月はまた全然来ない、はい、来た来ない来ないみたいな、なんかギャンブルみたいな、なんか取れる時もあるみたいな広告運用をしているとまずいんですね。理想的にはやっぱり毎月安定的に大きくぶれずに新規の注文が入り続けること、これがやっぱり重要になってきます。何も対策しなければこういう形になりやすい、なりかねない、なりかねない、なりかねない、これだと非常にまずくって、取れた月いやいいじゃんっていうとこもあるんですけど、こういう風になっていくと後ろの方に影響があって、フルフィルメントって言われる商品の在庫であったりとか、いわゆるバックヤード側ですね、商品の物流側とか、そういったところにすごい負担がかかります。今月は注文取れたけど来月全然取れない、で再来月めちゃくちゃ来たってなると発注にも関わりますよね。商品の発注で大体アスフルみたいに明日全部来るもんでもないので、ものによっては4ヶ月前に発注しなきゃいけないとか、最低発注数が満タンになとかっていうこともあるので、そういうのも考えながら発注をするんで、新規の山がガタガタだと発注の予測も大きく外れるんで、まず在庫切れになるパターンもあるし、はい、はたまた過剰発注になっちゃって在庫がすごい余ってキャッシュフローが悪くなるみたいなことが起こります。物流の倉庫も自社倉庫でやるっていうケースが少なくって、外の倉庫さんに依頼して出してもらうっていうことが多いんですけど、いくら機械化したとはいえある程度人をアサインしないといけないので、物流が見えてないとスタッフの確保ができないから、せっかく注文が入ってるのに発送が間に合わないとか、発送が数日遅れちゃいますみたいなことにもなりかねないので、そこに影響がやっぱり出てきますね。でスタッフっていう意味ではコールセンターもそうですね、社内で受けるコールセンターのスタッフとか、外注さんでやるコールセンターのスタッフの確保、新規の注文がガッて増えるとその分問い合わせなりコール数増えるので、それに対してやっぱり席をある程度前もって確保しとかなきゃいけない。外注のコールセンターだとスタッフの席数とかを 3,4 ヶ月ぐらい前に連絡しとかなきゃいけないとか、そういうリードタイム的なものもあったりするんで、ジェットコースターみたいな坂だとそこで無駄な費用が発生しやすいっていうのもありますね。スタッフさんの研修とかもあったりしますし、っていう意味でやっぱり新規がガタガタ取れると収益性が下がるっていうところがあります。問題点は分かったんですけど、安定的な形にしていくためにいつ頃から考え始めた方がいいんですか。準備段階からですね。準備段階からやっぱある程度この月は何件ぐらいなのかっていうある程度予測とか目標は立てた上で、各関係者がいるんで
て、ステークホルダーに前もって共有をしておくとか、始める前からある程度予測は立てておくみたいなところが重要かなと思います。なるほど。新規ってすごい大事なんですね。広告の話とかもすごい聞きたくてしょうがないんですけど、お願いできますか？今日はね、そこがメインだと思うんで、早速そのあたりの話をしていきたいと思います。新規ね、取る上でやっぱり欠かせないのは広告だと思うんですけど、広告を使う上での心構え的なところからお話ししたいんですけど、ホニャララ始める、ホニャララ別で計測をするということと、ホニャララ代なりホニャララ順番に解説していきたいと思います。何回かお伝えしてるんですけども、小さく始めることですね。小さく広告って後でも詳しく解説するんですけど、いろんな種類があって、支払いの仕方みたいなところで言うと、準広告、運用型広告、成果報酬型広告とかっていう風にあるんですけど、はい、この中で一番ギャンブル性が高いのが準広告です。街頭の広告であったりとか、テレビとか電車広告とか、はい、いわゆるある程度枠を買い切るような形なんですよね。渋谷のどこどこの看板に本社の広告を出すんで、それが1ヶ月で1000万円ですみたいな、そういう感じなので、実際1ヶ月出してみて注文どれぐらい取れるかって、もちろん予測は立てますけど、本当にやってみないと分かんないじゃないですか。しかも1ヶ月もう1000万買い切りなんて、1週間取っても注文来ないなみたいになっても、途中ですいませんやめてくださいってできないじゃないですか、いやもう1ヶ月掲載されるやつ、はい、非常にギャンブル性が高いですね。ただめちゃくちゃリーチします。テレビであったりとか、はい、ポスターであったりとか、はい、そういったものってのインプレッション数は圧倒的に高いし、ブランディング効果もあって、既存のお客様にも届くような広告なんで、私が買った商品ってやっぱテレビ CM やるぐらいすごいんだみたいな、それ既存の方向けにも実は効果があったりするんで、そういう意味では効果めちゃくちゃあるんで、最終的にはここを目指したいんですけど、いきなり始めるにはリスクが高すぎます。運用型広告っていうのは、まあ、一般的にインターネットの広告なんですけど、費用算と呼ばれる毎日いくらぐらい広告使えますかっていう設定をした上で予算型で運用をしていくので、今の広告の成果を見て停止する、予算を増やす、クリエイティブを変えるみたいなことが24時間365日ずっと運用されるっていう、それが運用型広告です。なるほど。成果報酬型っていうのは、インフルエンサーとか今の運用型広告を誰かにやってもらうパターンが多いんですけども、一番よくあるのは、商品が1件購入されたらいくらいくら払いますっていう支払い形態ですね。これ本当売れなかったら広告費が発生しないので、これが一番リスクが少ないですね、はい、でも逆に急にじゃあ1件1000円でお願いしますって言ってたやつが急に1000件来たら、それだけお支払いしないといけないんで、はい、このコントロールは難しいところはあります。いきなりここのテレビのコマーシャルの枠が300万でできるんでやりませんかみたいななっても、それはやっぱなかなかやめた方がいいと思います。どうしてですか？ある程度他の広告もやってて、300万出してこれぐらいのランディングページの遷移率があるだろうとか、これぐらいのコンバージョン率が見込めるだろうみたいな予測があった上でもちろんやったらいいと思うんですけど、その予測が全くない状態でいきなりちょっと割安らしいかなとか、他の人からの紹介だから断りづらいしみたいな感じで準広告やっちゃうと、うまくいくかどうかなみたいな、ちょっとギャンブルだなっていう感じがしますね、うん、安定的っていうか、こう小さく始めるって言ったら、水谷さんはどれをお勧めされるんですか？やっぱ最初はまあこの運用型と成果報酬を組み合わせていくっていうところかなと思います。組み合わせるんですね、うん、まずこの辺りで広告費を抑えながら訴求をいろいろ試すみたいな感じですね、うん、広告で A って言った方がいいのか B って言った方がいいのか、こういう画像の方がいいのかっていうところをいろいろテストしながら勝ちパターンを見つけるわけですね、うん、こうやっていくうちにこのキャッチコピーって非常にいいんだなっていうのが分かってくると、だんだんその広告費のステージも上がっていって、新規の注文も増えていけばもちろん売上も増えていくので、それに対して広告費、あ結構出せるねってなってきた時に初めてちょっと準広告試してみるかとか、テレビ CM 枠安いやつちょっとやってみるかみたいなステージがあるので、まあ、最初からこういう手を出すのがいいかなというふうには思います。なるほど。だいたいこう目安いくらぐらいから始められるものだったりするんですか？運用型広告だと1日3000円とかそんなもので始められます。あ、そんなに安いんですね。そうですね。準広告は本当に今ね、テレビとか街頭広告とかいろいろあるんで、一重にいくらぐらいって言いませんけど、月やっぱ数十万ぐらいかかるのが多いんじゃないかなと思いますね、金額もそうですけど、やっぱ途中でやめれないっていうのがね痛いですよね。成果報酬型は結局そこの成果報酬をいくらにするかっていうところが非常に重要じゃないですか。結局実績をもとに決まるんで、何にもやってない状態で3000円の成果単価でお願いしますって言われても、受ける側もそれ妥当なのか全然わかんないじゃないですか。
成果報酬で受けた金額と自分たちで運用したそこの差分ですね、スプリット分で儲かってるんで、じゃそこの成果報酬いくらにするかすっごい死活問題なわけです。実績どれぐらいで取れたんですかみたいな絶対聞かれるわけで、まあ、そういう意味でやっぱり最初にちょっと運用型やってみないと判断しづらいっていうのもあります。運用型やってその結果を見てここの報酬を、まあ、調整していくなり、うんね、はい、考えていくなり、ね、いい成果が出てるんであればそれに応じて成果報酬ちょっと出せるんだったらやっぱりここの広告ってスケールしていきますし、やっぱりまずは運用型広告のところでいかに安く広告費を抑えられるかみたいなところなのかなっていうふうに思います。インフルエンサーを使う場合ってどれぐらい影響力がある人がいいんですかね。今やっぱりメガインフルエンサーって呼ばれる方もそうですけど、どっちかっていうとそのマイクロインフルエンサーと呼ばれるフォロワー数1000人前後とかそういった方をたくさんお声掛けしていくっていうところが結構いいんじゃないかなっていう感じがありますね。10万フォロワーいらっしゃる方とかだとそもそも案件受けてくれないとか条件が厳しいとか、こういうクリエイティブやめてくださいとか、こういう商材はやってませんとか、最初の段階ではやっぱりそういった方ってお願いしづらいんじゃないかなっていうのはありますね。次2つ目なんですけど、媒体別で見るっていうことですね。広告じゃあとりあえず運用型広告 Google の中ディスプレイ広告を始めたよってなった時に、これもちろん Google の広告だけで費用算3万円でスタートではなく複数始めた方がいいと思います。運用型広告って言われるぐらいなんで投資の運用と一緒なんです、うん、一つのカゴだけに入れるんじゃなくて複数のカゴに入れといた方がいいっていうことです。で例えば媒体、まあ、4つぐらい広告メニューを始めたとするじゃないですか。でそうすると同じクリエイティブ同じキャッチコピー使ってても広告効果って変わってくるんですよね。例えば媒体その4つ始めたとして9000円のものもあれば8000円のものもあれば2万5000円のものもあったら1万円のもあったら2万5000円ってもう速攻切らなきゃいけないですよね。損切りをしないといけない。基本的にはもう悪いものはすぐ切っていった方がいいということで媒体別にちゃんと見ていくが非常に重要になります。ただこれは上級者向けですけど、媒体 ABC にあってもアトリビューション効果っていうものもあって間接効果のことなんですけど、例えばホイミンさんがホイミンウォーター買うとするじゃないですか、はい、ホイミンウォーターって検索して出てきた広告で買いますよね。指名検索って呼ばれるんですけど、はい、もうホイミンウォーターって検索してる人がその広告見て買う、指名買いの広告って広告費基本的に安いんです。ホイミンウォーターって買いたくて検索してるわけですから、ただいきなりそれに行くわけじゃないじゃないですか。どこかでホイミンウォーターを知る必要があります、うん、どこかで認知をする必要がある。そのために他の広告をまず最初に見ることが多い。なんかインスタグラムの広告を見てホイミンウォーター新発売のを見てその場では買わなかったけど後で気になってホイミンウォーターで検索したっていうことをすると、今のケースで言うとインスタの広告だと広告費払って注文してないけど後々指名検索で買ってくれてるんで、どっちが優秀かってインスタ広告出してたから購入につながったわけじゃないですか、うん、そういう効果のことをアトリビューションって言うんで、まあ一重にこの媒体の CPO がやたら高いからって急に停止だっていう風にするのは判断が早いっていう観点もあります。どういうイメージなんだろうっていうのがもうちょっと知りたいんですけど、年商が1億前後ぐらいの会社が化粧品を売り出すってなった場合、どれぐらいの広告費をまずかけて、どれぐらいの CPO だったら OK ラインかみたいなのとか教えていただけると。後で出てくる LTV にもよるっていう回答にはなっちゃうんですけど、まあ、例えば化粧品で初回が3000円で以降2回目からなんか6、7000円でみたいなリピート通販だったとしたら、広告費はでも月30万以下ぐらいから始めるし、 CPO はまあ1万前後では行きたいなっていう感じはありますかね。広告費に関してはうちの会社でも年商規模とかには関係なく小さく始めるっていうことが重要なんで、はい、CPO 目標次第月30万の予算って設定したからって30万使わないことなんてざらにありますし、うん、30万絶対使わなきゃいけないわけじゃないんで、はい、目標にした CPO 通りに行くかどうかっていうところなんで、まあ、月30万40万ぐらいかな、はい、月っていうか最初の費用算を1万円2万円とかで始めるみたいなぐらいなのかなっていうふうには思います。本当に小さく小さくなんですね。本当にもうだからもう最初出した時とかも本当数時間ごとに見てますね、はい、すごい細かく見てるんですか。そうですね、最初めっちゃ重要ですね、うん、YouTube とかだとこう初動がすごい重要で、うん、動画を公開してからまあ2時間ぐらいまでは月っきりで分析するんですよ、うん、でもそういうのってあったりするんですか。ありますね。ランディングページ自体もインプレッションが100とか集まってくるともうヒートマップとか見れるんで、それを見てあこのコンテンツを入れ替えた方がいいとか、バナーにしてもこのバナーはもう1クリックあたりの単価 CPC と呼ばれる単価が許容外だからもうすぐ切りましょうとか、そういうことをするので、やっぱ初
速非常に重要ですね。っていう意味ではやっぱ費用さん1万円もあれば十分スタートできるかなというふうに思います。思ったよりもリピート通販って始めやすいんですね。そうですね、始めるのは簡単かもしれないですね。はい、すごい含んでます。3つ目が LTV ダイナリー CPO っていうところですね。ライフタイムバリューって言って、お客の生涯価値、一人のお客様がこの商品に対していくら払ってくれるかっていう数字ですね。生涯価値なんで、まあ、一生で計算するんですけど、広告運用においては1年単位で見ることが多いかなっていう感じです。例えば3000円の化粧水を年に4回買っていただいたんだったら、うん、LTV は1万2000円ですね、うん。まあ、これが増えていけば増えていくほどよりいいですよねって話で、はい、さっき CPO は下げるのが大事だと、はい、新規の命題は CPO を下げることだみたいな話をさせてもらったんですけど、はい、私の持論ではただそれだけではなくって LTV と CPO の関係性を良くするみたいなところが重要だと思ってます。例えば CPO が1万円でなんかすごい安く取れたっていうふうに思ってても、うん、LTV が1万2000円でしたと、こっから商品原価とか人件費とか引くと多分これ利益出てないんですよ、うん、っていう微妙なパターン、うん、片や CPO が2万円で倍かかってるけど、うん、LTV が4万円と4倍近くなってると、これだったらこれ差額2万円あるじゃないですか、はい、なんでこれもうかなりウハウハな状態ですよね、うん。そうするとこの媒体 B は CPO2 万かかるけど広告費バンバン使おうぜっていう、そういう判断になるわけです、はい、B の方がいいっていうのもなんかなんとなくイメージつくんですけど、うん、これ倍違うってどういうことですか。広告の取り方みたいなとこだと思うんですけど、はい、一般的にこう CPO が全然違うので、例えば CPO 安く取れるパターンだと初回が無料ですとか2回目からキャンセルしまくってくださいみたいな話とか、はい、とにかくなんか値段が安いとか今ならこういうプレゼントがついてくるからとか、とにかくなんか価格とかを売り売りにした広告で撮ったりとか、40代向けの化粧品なのに20代の子の TikToker が紹介をして20代の男の子が買っちゃったとかってなると当然続かないんで、はい、LTV は絶対低くなりますよね。かたや CPU2 万円っていうめっちゃ上がってるんですけど、これは逆にそのこれは定期コースですよとか、こういう効果がありますよとか、こういうデメリットもありますよ、きちんと説明してきちんと納得いただけたお客様に買っていただけると、ただ LTV は高くなりがちっていうことが起きます。CPO って結局高い方がいいですか、それとも低い方がいいんですか。僕は思うのは究極は CPO 高くて成り立つのが一番いいと思ってます。成り立つっていうと、その要はちゃんと利益が出てるっていう、 CPO より LTV が高く出てるっていうことが成り立ってるっていうことなんですけど、はい、この成り立つ CPO が高ければ高い方がスケールしやすいんですよね。さっき説明した成果報酬型広告にしても、一案件の成果報酬が5000円のものと2万円のものだったら2万円の方がやっぱり人気が出るわけですよ。成果報酬型をやるアフィリエイターの方にとっても労力ってそんなに変わらないんで、やっぱりそれだったら単価が高い案件の方が注目されがちではありますし、純広告にしても広告費をバンバン使える商品の方が試せる広告メニューも増えるので、やっぱり CPO が高くても成り立つっていう状態が望ましいんじゃないかなと思います。高くても成り立つようにするためのコツみたいなものだったりするんですか。この辺はもうズバリ CRM になるんで、はい、この辺はあの CRM 編であの解説した動画もあるので、はい、そちらもご覧いただければなと思います。前回解説してくださったカスタマーリレーションシップ、ああよく覚えてますねそこだけ復習しました、ね、それです、はい、なんか今日話しそうだなと思って、 LTV が大事っていうの分かったんですけど、うん、これってさっきあの1年ぐらいで見るっておっしゃってましたっけ、うんうん、1年経たないと分かんないってことになるんですか。そうなっちゃうんですよね、はい、だからこれあのそのまま鵜呑みにしちゃうと、広告1年間出し続けて1年後に判断して、はい、ダメでしたみたいなことやってたらもうぶん殴られるわけですよ、はい、だからこれどうするかっていうと、はい、最初の F2 転換率で判断します。F2 転換率っていうのはこれフリークエンシーの F なんですけど、リピート通販のまあ定期購入コースでいうと F1 っていうのが定期の1回目、はい、F2 っていうのが2回目、F3 が3回目、4回目っていう風な、F1、F2、F3 とかって言うんですけど、うん、F1 から F2 の移行率、定期買っていただいた方が2回目続いた率、これが例えば 80% あったと、1ヶ月の定期購入コースだった場合ですね、1ヶ月で分かるじゃないですか。そうすると F3 転換率、F4 転換率って、まあ、なんとなく分かるわけですよ、うん、F2 転換80だったら、まあ、大体その後上がっていくんで緩やかに、うん、それをもとに LTV を借りで出します、まあ、F2 転換率 80% ぐらいだったら販売価格的に LTV こんなもんだろうと
仮の算出をします。これで判断をしていきます。あ、じゃあ1年経って正確なデータを見るじゃなくって、その前段階からだいたい次の月はこうなるだろうなっていう予測は立つから、それで LTV を考えながら先に進めていくっていうことですか。そうですね、まあ、1年回ってみて正確なデータを見るっていうのももちろん大事なんですけど、はい、初動においてはある程度もう出てるファクト情報からもうこうだろうみたいな、そういうところでも考えていくっていう感じですかね。まあ、ここからは特に今日は覚えなくていいんですけど、 LTV を上げるためにこの間 CRM 編の動画でも出したんですが、まあ、クロスセルをやったりとかアップセルをやったりとか、そういう CRM の活動によって LTV を上げて上限 CPO と呼ばれるものを上げていくみたいなこともできるんで、CRM 活動が新規の広告の収益性につながるみたいなことも起きてきます。そしたら僕 ATV ガンガン伸ばしたいんで、広告費ガンガンかけまくりますね。いやいや、さっき言ったことも全然忘れてるじゃないですか。さっき言ったことですか。さっき僕は、はい、小さく始めるって言ったじゃないですか。LTV も結局1ヶ月経って F2 転換率が見えてくると、はい、LTV これぐらいいくかなってわかるんで、本当に最初の最初段階では CPO が低いに越したことはないんですよ。 F2 転換率が何パーいくかはわかんないわけじゃないですか、うん、ってことは CPO が最初低いに越したことがないわけですよ、まして、はい、じゃあ最初の最初 CPO を下げるためにどういうことをやるか、はい、これは CRM じゃなくて新規広告の役割になっていきます、ね、ここで重要になってくるのが LPO っていう考え方になります。ランディングページオプティマイゼーションっていう、ランディングページの最適化っていう活動で、 LPO に関して実は前に動画を出しているので、ぜひそちらもねご覧いただけたらありがたいですけど、 LPO のポイント今3つ書いたんですけど、この LPO の動画では50何個ぐらい紹介してます。 LPO っていうのは作った LP が勝てる LP にする活動です。勝てるっていうのは CPO を極限まで下げるような LP ですね。100人 LP 見てくれたら100人買っていただけるようなページを目指す、そのための活動ですね。でここでやれることって本当無限にあるんですけど、要素として大きいなって思うのは、まず訴求との整合性を取ること。 LP って大体何かしらの広告を踏んでランディングする、はい、大体その広告バナーを踏んで着陸して出てくるページなんで、その広告で言ってることとページで言ってることの整合性が取れてないとあれってなるわけですよね、うん、例えば道端歩いてて、はい、美味しいパンあるよって言われてるのに、はい、いざお店入ってお水しかなかったら、はい、あれってなっても帰るじゃないですか。パン屋じゃねえのかよってなるんですね、はい、そういうことですね。そういうことがネット上でも起きてるわけで、バナーで言ってることと LP で言ってることの整合性がちゃんと取れてるか、これ結構実は本当起こりがちで、バナーを A の会社に作って、うん、LP を B の会社に作ったりとかすると、ここのコミュニケーションミスが生まれて全然違う内容になっていると、ここを直してあげるってだけでもかなりインパクトありますね。その後は、まあ、普通にページの構成自体を見直す、特にですね、ファーストビューと呼ばれるランディングした時に一番目に入るところですね、ここのキャッチコピーを変えるだとか写真を変えるとかっていうところが非常に重要ですね。見落とされがちなのが CTA と呼ばれるコールトゥアクションなんですけど、もともとは通販って電話から始まってるんで、電話をするためのボタン、今ではまあ大体ネットの注文フォームボタン、あれのことを指すんですけど、その CTA エリア、ボタンが置いてあるあたりのエリア、そのあたりの表記をどうするかみたいな、そんなとこまで気にするんですか。もちろん注文を申し込むっていう文言なのか、試してみるっていう文言なのか、そういった文言をデザインとかだけでコンバージョンレートと呼ばれるその制約率ですね、これがもう2倍とか3倍とか変わってくるんですよ。そんな小さい違いで。そうなんですよ。なんで LPO ってめちゃくちゃ重要だし、これによって広告費と CPO ですね、これが半分になったりとか10分の1になったりとか、そういうことが起こるわけです。だからめちゃくちゃ重要ですね。そしたらランニングページを見直したら広告費ができるだけ抑えられるってことですか。そうです。水谷さん、はい、なんとなくリピートツアーの広告のことを買ってきました。あ、よかったです、嬉しい。でもこれって何から始めたらいいですよね。やっぱそうなりますよね。はい、そんなホイミンさんのためにこういう会社があるわけですよ。広告代理店ですね。広告代理店ホイミンさんから出した広告費を預かって代わりに広告の運用をしてくれたりとか、成果報酬の案件を探してくれたりとか、リピート通販に限らずその広告を代わりにやってくれる広告代理店の会社ってもういっぱいあるんですけど、そういったところに頼むっていうのが早いかなと思います。頼んじゃった方がいい。そうですね、もちろん自分たちでできるインハウス化っていうふうに言われてるんですけども、はい、自分たちの会社で自分でスタッフを雇ってそこで広告をやるっていうのももちろんありなんですけど、うん、一番最初の段階においてはやっぱりお勧めしません。勉強重要ですし、クリエイティブもガンガン作っていかなきゃいけないし、広告は
広告のプロに頼んだ方がいいかなっていうふうには思います。代理店っていっぱいあるじゃないですか。どういうところに注意していったらいいんですか。今日はその広告代理店さんとの選び方とかコミュニケーションの仕方とかそのあたりをちょっと私なりに説明できればと思います。まず複数社の見積もりとかリサーチをする、これも大前提。広告代理店に限った話じゃないですね。ここめっちゃええやんみたいな一発目で決めるんじゃなくて、もう絶対ダメです特に広告代理店の方ってみんなめちゃくちゃ話上手いんですよ。じゃあどこもすごいいい広告代理店に見える。見えます。私は見えますなんでその日そのまま鵜呑みせずに冷静に複数社見ましょう。見るポイントとかってありますか。きちんとデータの開示をしてくれるかどうかですね。実績ベースのデータを、はい、管理画面とかね見せてもらえたら一番いいですよね。これはちょっとこっち側の工夫にはなるんですけど、ちゃんと商品のオリエンテーションをやってあげる。ホイミンさんのホイミン化粧水をやるっての時に、ホイミン化粧水じゃあ売ってよろしくだと広告代理店の方も全然わけわかんないわけですよ。この商品はこういうストーリーで作ったもので、はい、こういう実績があって、うん、こういう成分が入っててこういう特徴でとかっていうのをきっちりちゃんと説明をしてあげる、はい、やらないとクリエイティブにそれが反映されないんで、きっちりそういうのをやっておく。運用始まるフェーズになってくると、じゃあそこの商品画像はとか、使っていいモデルさんの写真はとか、そういう画像とかがなんかきちんと整理されてないとスタート遅くなっちゃうんで、そういうのきっちり整理整頓しておくっていうのは意外とメーカー側が重要なことかなっていうふうに思います。広告代理店に任せきりじゃなくて、自分からも広告代理店の方々にいかにいい広告を作ってもらうか、それです。広報が歩み寄る。あ、素晴らしいですね。めちゃくちゃいいこと言ってます。やっぱりある程度その自分でも勉強は必要かなって、完全に丸投げでやっちゃうと言い方悪いですけどかもられるかなっていうふうに思ってます。ここの会社は月1回打ち合わせだけしとけば広告費なんかいくらでも払ってくれるわみたいに思われちゃうとやっぱりダメだなって。自分でもちゃんと数字はもちろん見るってことですね。重要なのが最初の目標設定とかですね。これもそのさっきできた CPO 上限をいくらにするかみたいな、1万円で死守してくださいっていう風に話をするのか、何も言わずにダラダラって始めてしまうのか、ちゃんと目標設定を最初にやっておくと、ここに対して代理店さんもついてくれそうなのかとか、そういう観点重要かなと思います。実際に聞いたケースなんですけど、はい、CPO ってネットとグロスって2種類あって、広告代理店さんって基本的に出した広告にも手数料何パーセントかもらって儲かってるっていう仕組みなんですよね。ネットっていうのは代理店さんのマージンを乗っけてない広告としてかかった金額がネットの CPO、 それに対して広告代理店さんの手数料を乗っけた金額の CPO、 これがグロスの CPO です。代理店さんと話をするときに、はい、CPO 目標は1万円ですって言ったときに、それがグロスなのかネットなのかをはっきりさせておくってことです。暗黙のルール的にはグロスなんですけど、たまにそのなんか分かってなくて、代理店側からするとネットの手数料乗っけてない金額で1万円なんで許容値ですみたいなこと言っても、もうそこに 20% かかって1万2000円で、メーカー側からすると1万2000円じゃないですかみたいな、その辺ちゃんと最初に明確にしておく。目標設定して、こう双方のすり合わせをしっかりしておくってこと。そうですね。コミュニケーションって大事です。コミュニケーション結局コミュニケーションですね。広告代理店さんの手数料なんですけど、20%のところが多いかなっていう印象ではあるんですけど、これも交渉次第ではあるので、低ければ低いほど代理店さんの方もやる気にならないと思うんで、低ければ低いほどいいってもんでもないですけど、まあ、その 20% が妥当なのかどうかっていうのは見極める必要あるかなと思いますね、はい、クリエイティブをどこまで作ってくれるか。結局その広告ってこの人パターン絶対に勝てるってことはなくって、いろんなパターンを繰り返しながら LPO とかの活動を通じて改善をし続けるものなので、クリエイティブ作り続けるってこと重要なんですよ、そうなった時にうちの代理店は運用しっかりやりますって言われるけど、クリエイティブはバナー1本5万円ですみたいなこと言われると続かないじゃないですか。じゃあバナー100本作るのにどんだけお金かかるんだよみたいなことになっちゃうんで、これはじゃあクリエイティブの支払いはどうなってるのか、この辺はきっちり最初に確認しておく必要があります。広告代理店って何社か見るっておっしゃったじゃないですか。それって結局最終的には1社に絞った方がいいんですか。ああ、これはもう本当諸説ありですけど、私的には絞らない方がいいと思う。媒体をいくつかやりながらいいものに寄せていくっていう考えと一緒なんですけど、やっぱり代理店さんも複数いらっしゃって、その中で競ってもらったりとか、お互いにいいものをシェアしたりとか、そういったものを繰り返しながらやっていく方がいいかなと思う。一社に絞り切るっていうのはちょっと究極はね、そうしたいところではあるんですけど、もちろんそっちの方がいろいろ楽ですから、コミュニケーション一択絞れたらいいんだろうなと思いながら、絞らない方がいいだろうなって思いますねというわけで今日は、ね、リピート通販の新規の部分で、まあ、
広告っていう、まあ、役割とか、はい、どういうふうな考え方をしていくべきかとか、代理店さんですね、どういう付き合い方をしていくといいのかっていうところでお話しさせてもらいました。リピート通販で、ね、広告使うっていうと、ね、知らないことばっかりで怖いみたいなところもあると思うんですけども、今日の動画も何回か見返していただけるとなんとなくこう分かってくるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。今回はですね、広告についての話を、ね、皆さんにしていただきましたけども、どうでした水谷さん、話してみて。いやー、ホイミさんね、だいぶ理解度上がったんじゃないかなと思いますよ。まあでも多分彼はこの動画が終わる今頃はですね、すでに最初の頃忘れてると思いますよまあ LTV とかももうちょっと危ういでしょ。何でしたっけ。こういうね、動画をね見た後に動画の内容を結構皆さんポロポロやっぱ忘れるみたいですね。最近結構相談もあってね、そんな人向けに何かこう復習ができるというか、チェックポイントみたいな、そういうのはあったりしますか。特に後半の方で話した代理店さんとの付き合い方、やっぱここをねどうするかによってスケールするかどうかって決まるかなというふうに思うので、代理店さんとの付き合い方というかコミュニケーションの仕方、気をつけるべきチェックポイント、そのあたりをまとめたシートっていうのをちょっとご用意したので。ろくでもない代理店多いですからね、正直言うと。航空代理店頼んだんだけど結果出ないっていう方結構いると思いますよ。ということで、皆さんね、優秀な航空代理店っていうのはどうやって見極めしたらいいのかってチェックポイントがあるということなので、そちらはですね、マーケティング侍の概要欄にある公式 LINE 登録していただいた方にだけでこっそり内緒で航空代理店の見極め方編っていうのをですね、皆さんにプレゼントさせていただきたいなと思います。今回はリピート通販の話であったり広告についての話をさせていただきました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価、そしてシェアの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。牛先生、水谷さん、今日はありがとうございました。いや、ちょっと本音トーク行きたいんだけど、広告代理店ろくなとこないですよね。ありますね、うち結構色テストするんですけど、広告代理店って例えばすごい大手であったとしてもめっちゃ結果出してるっていう広告代理店でも中身は新人が担当したりすることもあります。めっちゃありますね。マーケティングの間の字も分かんない雑魚スライムみたいなのがやってますけどこれマジありますよ。ありません。水谷さん、そういうよく分かんないスライムみたいなのが来た時にどうします？稀にねあるケースではあるんですけど、やっぱりちょっとパフォーマンスも見ながらではありますけど、もちろん、ただやっぱり変えてもらいますね。ああ、まあまあそうでしょうね、はい、まず航空代理店の中でも優先順位があるよ。つまり有料顧客なのかそうじゃないのかによって当てられる担当が変わるので、広告代理店の選び方もそうなんだけど、重要なのはもう担当だと思ってるから、これで全部決まるんで、パフォーマンスが。ちなみに広告代理店だけじゃなくて広告代理店以外も全部同じ。結局その会社自体が結果出してるとしても誰が担当つくか変わるでしょ。ってことはまず一つが優先順位の引き上げ、これが頂点かつ原点かもしれない。じゃあどうやって優先順位を上げるんですかっていくつか方法があって、一つはね、予算の話。予算が仮にそんな出せなかったとしても、自分がよく言ってるのはパフォーマンスが良ければ出しますっていう話をする。つまり月間1000万でも2000万でも出しますよって話をする。だってパフォーマンスが良かったらそのお金を回していけばいいじゃん。だから投資なんだから。だけど付き合って間もないのでわからないから、とりあえず様子を見させてくださいと。言い方次第では、あ、このお客さんって金がないんだっていう風に見られてちゃうと、やっぱどうしても新人当てられたりする場合が多い。なのでまずこのお客さんは不渡客になる可能性があるっていうのを少し匂わせるって結構重要だよね。もう一個ポイントとしては、絶対飯食いに行く。向こうも人なのよ。できれば上の人と飯食えればいいんだけど、もし無理だとしてもせめて担当と飯を食うね。飯食いに行くとはやっぱ仲良くなるじゃん。根掘り葉掘り話を聞いて、実際の数字とか他の人たちの情報も聞けるわけだから、その段階で自分の知らなかった他の情報が取れるのね。これってすごく勉強になるでしょ。で、プラスアルファで、やっぱ仲良くなるから優先してくれやすいし、パフォーマンス悪かった時に、うちももうちょっと広告費使いたいんだけど、うまくいかないから、なんとかしてほしいっていうと、まあ、上司に代わってくれたりすることもあるわけ。だから非常にコントロールがしやすくなる。一番言いたいのは、たった一つコミュニケーションだね。広告代理店を使うんだから。コミュニケーションが取れてる代理店であればあるほどパフォーマンスは高くなっていく傾向だから。ってなってくると、もはや技術の問題じゃないんだよね。極論を言ってしまうと。だから丸投げするのがやっぱ良くない。ちょっとでも連携を取っていくことによって、コミュニケーション発生するから、次はこうやってやっていきましょう。こうやってやっていきましょうっていう風に、ちゃんとね、動きが出てくるんだよ。龍先生、コミュニケーションって重要なんですね。いや、もうビジネスにおいてコミュニケーションの基本の木だからね。飯食い行くの重要だっておっしゃってたんで、一緒に牛丼でも食べに行きましょう。